今回来るまでインドネシア、まあ、初めてだったんだけど、知識としてはそんなになくて、まあ、バリ島とかね行ってみたいなって思ってたけど、ジャカルタは全然、ジャカルタについて全然そんなに知らなくて、それですごいいろいろ音楽とかも送ってきて聴いたりとかして、すごいなんかこうカルチャーとかもこういうフェスが行われているとかっていうのも知らなくて、いろんな国からこうカルチャーがロックバンドが混じってこう行われているフェスとか、まあそういうカルチャーとかがシーンとかがあるっていうことも今回初めて知って、すごい面白いなって。スカーラってやつと、あとクレヨラアイズだっけ、クレヨラアイズで、あとホワイトシューズ&カップルズカンパニー、あの人なんだ、そのさっきビデオ送ってきてくれて、ご飯食べながら見てたんだけど、なんかみんな面白くて。まあ基本的にはこの夏やってたセットリストなんだけど、アナザービューポイントっていう曲があって、なんかそれはこう音楽の歴史みたいなものをこうコラージュして作ってる、まあ映像を作ってるんだけど、でそれを今回のフェス仕様でなんかジャカルタバージョンみたいなのを作ってる。いやー、インドネシアの今回来るので、結構その映像作るにあたってとか、まあ、来るっていうのでいくつかこう調べてネットでいろいろ見たりとかはしてたけど、なんだっけ、その映像作るのにもこういろいろサンプリングしたりとかするために作ってて、あとなんか見たよね、全部聞いたよね、この間なんかインタビュー。ああ、見たね。名前忘れちゃったけど、コットンなんとかだから、何個かあったよね。ああいうのも見て、まあそれまでにはジャカルタのそういう音楽の歴史とかは全然わからない。ガムランとかジャワガムランとか、ちょっとカーミーみたいな、ちょっとなんていうの、優しいジャワガムランみたいな、ああいう感じすごい好きだけどね。ガムランはまあね、有名だし、なんか友達でもガムランバンドみたいなのやってる人がいて、滞空時間っていうガムランのバンドがいるんだけどね、知ってる？滞空時間、一緒にセッションしたこともあるし、まあ友達でそういうガムランやってる子たちがいたりとか、そういうミニマルミュージックとかアンビエントとか、そういう現代音楽とか、そういうのの、まあ、ルーツとしてガムランってあるから、まあ、そういうのがすごい好きだった。持ってなかったけどね子供の頃はね。でもまあ今ああいうサブスクとかで割とみんな世界中で聴きやすくなってるから、いろんな国の人が聴いてくれたり、思いがけないこうところで聴いてくれてたりっていうのはすごいあるからね。それはまあそういう時代だからっていうのもきっとあるけど。まあその目的にもよるし、なんだろう、いろんな作る時にいろんな目的があって、まあ何か頼まれてやった時は何かその目標に向かって作ったりとかっていうのもあるし、まあ、自分の作品の場合はやっぱ本当まあ自由にというかこう無意識から始めてまあ。あと、まあ、何か作ってる時何考えてるかっていうのは、まあ、すごいこう具体的なことっていうかそのためにどういうふうにしようかみたいなこととか、うん、そんな感じかな。まあ普通にこう暮らしててまあ経験することとか、まあ、友達と会ったりとか、まあ、普通にこういうとこ来て誰かと喋ったりとか、まあ、世の中の雰囲気とかなんかそういうものが、まあ、影響しているのかなっていう。あとまあ普段いろんな音楽聴いたりとかそういう経験すること全てが影響しているんじゃないかなっていう。まあその日の気分とか。うん、まあたくさんあるよね。うん。うん？どう思う？いや僕、特に面白い。うん、よく聞いてるのは。毎週やっぱこういうサブスクになると毎週なんかいろいろおすすめしてくれたりとかそういうのでなんか自分もいつも聴くプレイリストとか作ってて最近気に入ってるのはこの人すごい気に入っててこの人 Do you know Catherine Aurea Smith? She's from...、うんAmerica? Yeah. Oh, okay. Colombia. Colombia. Okay. The she's a electronic music. Okay. Kind of like new age ambient minimal synthesizer music. で一番新しいのはなんかもっと狂ってて聞いたことないような音楽ですごい面白かった。